ザレマは、日本の競争馬。2009年、京成杯オータムハンデキャップ優勝馬。馬名の由来はバレー、バフチサライの泉の登場人物名から。デビューは2006年11月京都1800メートルの新馬戦。2007年1月デビュー3戦目にして初勝利を記録し、品馬クラシック路線を視野に入れるも、クイーンカップの熱発による回避や、 フラワーカップ除外などの不運が重なり、大賀賞は断念。その後忘れな、グサ賞を制止オークスに2番人気で挑むも10着敗退。秋には、週歌賞15着と3歳クラシック路線では、結果を出し得ずに終えた。また、ザレマは3歳までは2000メートル前後のレースを多く、使われたが、距離が伸びると切れ味が鈍る傾向があるとの陣営の、 判断から4歳以降は1400から1800メートル線を主体にレーズに使われている。2008年コバとなったザルマは京都品馬ステークス、福島品馬ステークスで構想するなど、品馬同士ならば実績上位と評価され安定した成績を残し続け、途中準オープンへの高級もあった中、同年12月のターコイズステークスにて久々の勝利を挙げ、 オープンクラスに再昇格を果たす。昇格後の2009年も勝てないながらも入着を繰り返していたが、同年9月形成杯オータムハンディキャップにて重賞勝利を挙げたほか、自走富士ステークスでも総崩れとなった先行馬の中でただ一頭入着を果たすなど、同馬にとってベストの距離であるマイル戦では、ボバ相手にも結果を出している。爪が甘いが、安定感は抜群。 切れ味は乏しくも、好意から卒なく回れると評され33戦中2着7回3着5回。ビクトリアマイル4着など GI でも高層歴がありながら、重賞勝利は戦術の形成派オータムハンディキャップ一勝に終わったが、ザレマは6歳春まで大きな故障もなく、出走を続け2010年3月の中山ヒンバステークス12着を最後に現役を引退した。 北海道千歳市の八代大ファームにて繁殖品場としてつなぎをされている。2010年は父カステナンゴと後輩、翌2011年3月21日に足毛の馬を出産した。ありがとうございます。